Breaking Dawn。ケーキ、参議院、衆議院、最終的にね、上り詰めたいですね、総理大臣。まあ来年ちょっと議員になろうかなって、選挙に出ようかなと思ってて、俺の死んだね兄弟も地元だし、まあそこからね這い上がっていこうかなって、まあ最終的にはね、まあ男だったらとことん行こうかなって。総理大臣、俺が日本を変える、日本を選択する。俺がマリモの会っていうボランティア団体作って、できることからやろうと思ってて、まあ本当公の場でこう喧嘩できるって多分なくなってくると思うんですよ。最後勝って終わりたいなって、次は正解でいろんなやつ喧嘩して立ち上がっていきたいなって。マリモの会、臭いっすね。出身は新潟県で、今東京の方で美容機器のエンジニアをしてます。ここは明日にでも潰れそうなお父さんの会社です。僕はもう昔からずっとここで作業してたり手伝いをしてたりしてます。いやでも家族には俺はもう安定っていうか、なんとかなってるから大丈夫ですっていうのを伝えて、心配させないようにしてますね。カバン一つ持って東京出てって全て一人で今やってるんですよね。キャラも自分でも考えて、定まらないし。なんかここまで全てを、涙出てきそう。なんかここまでこう全てこう一人でやってるとどうなるんだろうっていう、この見えない不安っていうのがもう大きすぎて、金稼いだらまず自分よりかは家族にいい思いをさせたいです。お兄さんには胸毛が濃いんで脱毛させてあげたいです。脱毛らしい。すいません。なんで、すいません。ノバズダガウォルケロールでハプブレイキングダウンキリギアでインシャッラーハブオガティハタクトクラワンでアウカクプレデデロナパケクプレデハダパーサマニプレデタリメカルデハブラバデンダガダガハブリディナツ。めちゃめちゃ照れる。こんな会話しないんで僕普段。ブレイキングダウンで本当に知名度とかパワーめちゃくちゃもらって、身寄りのない子供たちをたくさん救えるんじゃないかっていうので、途中で、ね、挫折とか負けるとかマジで嫌いなんで。お金ないじゃない、知名度もないじゃない、そんな一般の人でもこう成り上がるっていう姿をみんなにお届けしたいですね。さあこれから第2試合を迎えるということになります。続いてはキックルールです。バンタム級ワンマッチ61キロリミットということになります。さあ三國さん、まずスタートを切りましたけど、オープニングマッチが終わりました。まあ会場にも本当に多くのお客さんが詰めかけているという状況になりました。改めて三國さん、この会場の空気感いかがですか？そうですね、今回からね、ちょっと会場が大きくなったんで、歓声とかも多くて、戦ってる選手は気合い入るかなと思います。ユゴさん、またスケールアップした感が肌で伝わってきますよね。はい、そうですね、演出から物理的なこういうセットまで、はい、非常にお金がかかってます。江原さん、この会場演出など空気感どうご覧になりますか？
そうですね、前回も僕はインタビュアーでいらしていただいたんですけども、ちょっとやっぱり熱気が違いますね。うん、そうですよね。規模感も変わってきてすごく楽しめると思います。さあ、それでは注目の第2試合いきましょう。喧嘩道プレゼンツブレイキングダウン6、第2試合、まずは青コーナーよりカマル選手の入場です。続きまして、赤コーナーより米安選手の入場です。ただいまより喧嘩道プレゼンツブレイキングダウン6、第2試合、バンタム級61キログラム契約キックルールワンマッチを行います。青コーナー183センチ 60.55 キログラム、パキスタンのスラムドッグミリオネア、カマル。スラム街の誇り、チャンスに変えるか。カマル。赤コーナー170センチ 60.30 キログラム、亡き友を双肩に宿す九州男児、ベーヤー。人生2度目の大勝負、いよいよ決戦の時、ベーヤン。なお、この試合の勝利者には喧嘩道様よりゲームアプリ内で使用できる10万円相当の仮想通貨喧嘩コインを進呈します。第2試合、バンタム級ワンマッチ61キロリミットです。青コーナーカマル、そして赤コーナーがベヤンです。レディーファイト。さあ、60秒間がスタートしました。さあ、ミクルさん、ともにブレイキングダウンを知る2人ですよね。そうですね、オーディションで勝った同士ですもんね。共にオーディションからチャンスを掴んできました。ここを勝つか負けるかで結構変わりそうですね。生き残りをかけてると思う、はい、ボクシング経験者はカマルです。まあ、ゆうこさん、どちらがどれだけのインパクトを残すかですね。そうですね、カマル君はなんかすごく試合前気合入ってたんで、はい、もう後がないという両者です。最初の30秒間が終了しました。前に出ていくのはベイアンです。ただ打撃の数はカマル。パンティアさん、カマル選手の打撃パフォーマンスいかがでしょうか。そうですね、今首相撲の展開に結構多くなっているので、その中でもショートでフックを打てているので、はい、ポイントがつきやすいんじゃないかなと思いますね。ただベイアンも先ほど一つ右のストレート拳を入れました。あと10秒です。左右と大きく打っていくのはカマルです。時間がなくなってきました。少し膠着した状態でリングが鳴り響きました。こちらも判定と向かっていきます。カマルかベイアンか、こちらも判定決着へと向かっている形になりました。ブレイキングダウン6、第1試合、そして第2試合は判定へと
向かいます。さあジャッジメントの皆さんボタンを押してください。 江原さんは両者の一戦60秒間ですが、はい、どう分析されますか？そうですね、カマルさん前回よりもちょっとあの動きが柔らかくなったというか、まあ、前が硬かったのですごくそれを感じましたけども、あレベル上がっていると言いましたか、はい、大沢さん距離感などはいかがでした？そうですね、カマル選手が長い距離を保とうとしてベイヤー選手が前に出るっていう結構接戦だったと思いますね。さあどんな結果が待っているんでしょうか。僅差の判定結果となっていくんでしょうか。そして放送席の大原さん、この60秒間の緊張感ですが、はいはい、この放送席からどう見えてますか？いや1分って短いようでいろんな展開があって面白いですね、皆さんの気持ちが伝わってきます。さあ最初の2試合判定です。さあ集計結果が出たでしょうか。判定の結果を発表します。ジャッジ朝倉、青カマル、青カマルに入ります。ジャッジユーゴ、ドロー、ユーゴ代表ドロー。ジャッジパンチャンリナ、青カマル、パンチャンリナ青。ジャッジ大沢、青カマル、これも青に入りました。ジャッジオーディエンス、青カマル、これもカマルに入りました。以上4対0をもちまして勝者カマル選手です。The winner is Blue Carter! 判定4対0でカマルでした。勝利したカマル選手には喧嘩堂様よりゲームアプリ喧嘩堂で使える10万円分の仮想通貨喧嘩コインが授与されます。プレゼンターは喧嘩堂ガールズの田中ルーさんです。今日この日にかけてきたというカマルです。ミクルさん爪痕を残すことができたかどうかですね。そうですね、でもちょっとしょっぱい試合だったなと思います。まあ、2試合続けての判定結果ということになりました。まあ、少し膠着している時間が長かったですかね。そうですね、やっぱだんだんこう距離を詰めていくのにクリンチになる展開が多かったんで、はい、選手、まあ、もうちょっと殴り合いが見たかったですね。より攻撃的にいくことができるかどうか。カマルがこのブレイキングダウン6判定4対0で勝利しています。勝ちましたカマル選手には B ベット様より B ベット内で使えるポイント10万円分が贈呈されます。さあ優子さん、カマル選手は勝利しました。はい、まあ、爪痕ね残しておきたいという両者ではありましたけれども、このあたりはどう評価されますか？僕的にドローだったんですよね、はい、なんか決定打があんまり僕の中では見受けられなかったというか、はい、気持ちが多分お二人とも空回りしちゃって、ね、あんまりもうちょっと延長見たかなと思ったんですよね。まあ、ブレイキングダウンの勝ち判断でいくとドローだったと。そうですね、攻めるベイアンさん引きながらっていう、まあ確かにって感じなんですけど、もうちょっと見たかったなと思いました。はい、